古来かから授かった知恵でで感染を防ぐ日本です。山とには村山荒れ土とり鎧雨の家具山登り立ち国見をすれば国原は煙立ち立つ宇那原はカモメ立ち立つ馬国ぞ秋津島山との国は除名天皇の御聖として万葉集に残されています新型コロナウイルス経緯は案の定安っぽいテレビ朝昼番組の格好の餌食になりました 群毛像を撫でるよろしく、感染拡大防御に集中し懸命に試行錯誤を繰り出している厚労省と政府を批判めタ自己満足中心の論評で明け暮れています。何のことはないメディアの視聴率稼ぎ、売上拡大が本音に決まっています。また、森かけ桜で動じなかった安倍政権打倒のチャンスになるかも。 と古んで卑劣な政府担当省庁を連日やひな追求をする野党もありますその騒がしい中個人的には改めて日本民族の奥深い知恵に感動しています神道は人々の日常生活と密接な関係を持つ日本の信仰形態で言い始めた競争はいない キリスト教の聖書やイスラム教のコーランにあたる教典もなく、組織化または体系化された教団もありません。538年に渡来したとされる仏教と争った形跡もありません。神社も最初からあったわけではないとされています。農耕が普及しだし、収穫物を蓄えて長く植知恵が生まれ、 貯蔵庫として高見蔵を作ったのが始まりとも言われていますその神様に感謝を捧げる時に身を清める証しとして両手を洗い清水を含んでうがいを済ませましたこれが習慣になって長く伝わりました一方西洋人は対人信頼や愛情の表現に濃厚接触を行いますハグハイタッチキス 日本人は神前にモーデル際の清潔感を生活にも持ち込みました。日本紀元だけでも2,700年前後続けてきました。日本人は万葉集を繰り返し大切に読み通してきたい西へから授かった知恵で、新型コロナウイルス蔓延を防ぎ通します。粘り強く清潔に日々を過ごしましょう。私たちは必ず撲滅させることができます。